クロエジャオは中国で生まれアメリカ合衆国で活動する映画監督、脚本家、映画プロデューサーである。本名はチ2015年に長編デビュー作ソングズ・マイ・ブラザーズとートメが3ンダンス映画祭でプレミア上映される。第2作ザ・ライバーは批評家に高評価されインディペンデント・スピリット賞の作品賞と監督賞にノミネートされた。 北京市で生まれ育つ。父は国有鉄鋼会社の元ゼネラルマネージャーだった。両親は後に離婚し、父は女優の孫タンと結婚する。成長して非常に反抗的になった彼女は西洋の大衆文化に惹かれた。15歳の時、両親によって彼女は英国ロンドンの寄宿学校に送られた。ロンドンの寄宿学校を卒業後、ロサンゼルスに移り、 高校を卒業した。ジャオはマウントホーリーヨーク大学で学び、政治の学士号を取得した。彼女は不動産のプロモーターやバーテンダーとして働いた後、ニューヨーク大学ティッシュスクール・オブ・アーツで映画制作を学んだ。2010年、ジャオの短編映画、ドーターズがクレルモン・フェラン国際短編映画祭でプレミア上映される。ドーターズは、 パームスプリングス国際短編映画祭で、学生短編映画賞、シネクエスト映画祭で審査員特別賞を獲得した。2015年、初の長編映画、ソングズ・マイ・ブラザーズと名を監督する。サウス・ダコタ州、パイン・リッチ・インディアン居留地で撮影された、この映画は、ラコタ数族の兄弟関係が描かれ、サンダンス映画祭の、米国劇作品コンペティション部門で、 プレミア上映された。その後さらに第68回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映された。また、第31回インディペンデントスピリット賞で第1回作品賞にノミネートされた。2017年、彼女は致命的な怪我を負ったカウボーイを描く現代の西部劇ザライダーを監督した。最初の映画と同様に彼女はロケ地に住んでいた。 被俳優をキャストに起用した。この映画は、ロディオ競技中の落馬によって頭部に重傷を負った、ブレーディ・アンドローの実話に触発されている。ヤンドローは、自身を元にしたブレディ・ブラックバーン役で出演した。映画は、第70回カンヌ国際映画祭の監督週間で、プレミア上映され、芸術映画賞を受賞した。また、第33回インディペンデントスピリット賞で、 作品賞と監督賞にノミネートされ、さらにキャリア半ばの女性監督を表彰する、ボニー賞の初の受賞者となった。映画は2018年4月13日にソニーピクチャーズクラシックス配給で一般公開された。2018年4月、アマゾンスタジオがジャオが監督、脚本を務める予定のバスリーブスの電気映画にゴーサインを出したことが報じられた。 同年9月、マーベルスタジオがザイ・ターノルズの監督に彼女を雇ったことが発表された。2021年2月、ノマドランドでアジア人女性として初めてゴールデングローブ賞監督賞を受賞。さらに同年4月25日には第93回アカデミー賞で被白人女性として初めて監督賞を受賞した。しかしながら出身国の中国では過去に 中国批判を行ったとして反発にさらされており、ソーシャルメディアでは、ジャオの情報が遮断される措置が取られた。アメリカ合衆国カリフォルニア州在住である。幼少時から日本の漫画が好きでお気に入りにスラムダンクや悠々白書を挙げている。ありがとうございます。